敵対する部族の襲撃にあって花嫁がさらわれたんだ。プリムラの奴らだ。こんな屈辱は許せないし、奪われたものを取り返さないと。でも俺は戦士じゃないし、花嫁を取り返してくれたら俺に親父のマチエテをやるよ。俺には持つ資格がない者たちな。助けてくれるか。やるわ。言ってくれるのか。本当にありがとう。フリムラは川のそばにある。花嫁の名前はマヒナだ。彼女を取り返してくれたらこのマチエテをやるよ。何かないかしら。マキンバに頼まれてきたの？私マヒナ。もしマキンバの使いで来たなら、私は死んだ。それかアンデッドになったと伝えて。彼は殴るのよ。だから逃げたの。ここで優しくしてくれる人に出会った。弱虫のマキンバのように私を殴らない人よ。彼には私は死んだと伝えて。そう伝えてくれるわね。了解。よかった。でも彼を納得させるには証拠が必要よ。彼からネックレスをもらって、いつでも身につけているように言われた。でも、あのクズの悪魔の思い出と一緒に投げ捨てたわ。ネックレスを見つけて、彼に届けて。そうすれば、私が死んだと納得するわ。何かしら。
確認はするべきね。何かしら？
彼女を見つけてネックレスだけ持ってきたのか。一度も外したことがないはずなのに、理由は一つしかないよな。つまり彼女はこれからどうすればいいんだ。約束通りこれをやるよ。もう放っといてくれ。一人にしてくれ。